こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、小倉、競輪場 G1、競輪祭、えー、4日目11レースですね。ダイヤモンドレース、DMD、えー、予想したいと思います。えー、ご覧の9人ですね、SQS 班がいません。非常に、まくり選手が多くて難解だと思います。えっ、ー、と、 ま、今回、えー、ボックスで行ってみます。えー、柴崎松浦。そしてですね、気配の良さそうな茨城両者。ちょっと吉田なのか、吉田がどういうレースをするのかがわからなかったんで、えー、吉田と鈴木両方上げてみました。 えー、ではもう少し詳しく見ていきましょう。11レース、ダイヤモンドレースです。えー、ご覧のメンバー。基本的に4分線ですね。えー、と、一番長いのが、えー、茨城両者に、成田がつける、えー、こちら、関東プラス、 福島ですか。えー、これ、難関じゃないんですね。あの、成田は。桐山、松谷の神奈川勢。えー、そして、松浦、渡辺の、瀬戸内。えー、柴崎と井上がラインを組みます。構成ラインですね。三重と長崎。えー、になります。 えー、バック回数トップは吉田拓也13回。ホームも9回でトップですね。2位が松浦ですね。自力選手ですね。えー、バック10回、ホーム5回。まあ、かましならっていうとこなんでしょうかね。えー、実は柴崎も8回あって、えー、以下桐山鈴木。井上も4回ですか。続いてますね。非常に。 誰が逃げるか分かりづらい柴崎が逃げる展開もあるかもしれませんよ、これは。えー、っとですね、これ見てみると、まあ、正直あの、誰を軸っていうのは決めづらいですね。 松浦は力つけましたし、柴崎も勢いがある。そして茨城両者、吉田鈴木両方調子いいですからね。ちょっとあの難関が身を取るぐらいかなと思います。やっぱり競輪祭、あのグランプリの最後の剣にかけた勝負ですから、そういう無茶な競り込みとかいうレースはしないんで、 柴崎も松浦も、吉田も、吉田はどうかなまあ、先手取るのが安全策、とは思ってるでしょうね。となると、うん、まくられ、誰かにまくられてしまうっていうのがオーソドックスなのかなと思います。 ちょっと霧山を取るとしても、他の前を走る三人とも、チャンスはあると思うんですよね。また、吉田が逃げた場合の鈴木、えっ、ー、と、番手から出ることできますからね。この辺が注意ということで、えっ、ー、と、吉田がどう出るか。吉田と鈴木って百0 7期同期なんですよね。えー、同期なんで、 同期で結束して、思いっきり、あの、かまし、かましというか、先行で行っちゃうことも考えられるんですよね。まあ、ここ、あの、勝ち上がり関係のないレースですから、気前よく吉田がブーンと行っちゃうかもしれん。吉田って、あの、そんなに積極的じゃないなっていう印象はいつも持ってるんですけど、それでも、あの、このレースは行っちゃうんじゃ、行っちゃう可能性はあると。 一松浦と柴崎はどうかだ、松浦も松浦行くかもしれませんし、積極性はあるんですけど、2戦、まあ、まくりなんですよね、ここあの、勝ち上がり関係ないんで、様子を見るために先手取るかもしれないんですけど、でも松、うん、自分は先手取るの難しいな、吉田なのかな、吉田だと。 吉田いらないけどなーっては思うんですけどね。むし。むしろ鈴木軸にした方がいいような気がし,しますが、また吉田の調子もすごくいいんですよね。一着一着で勝ち上がってますし、えー、前回宣ン,ンでは優勝してる。鈴木もいいですよね。鳥で完全優勝。まあ、先手は取れてないんですけど、 ここのところの成績の向上ぶりっていうのは、目を見張るものがあるということで、また安部哲夫なんかも気にはなるんですけど、基本これなのかなーっていう気はします。ま、あ柴崎が先手取るかもしれないですよね。そうしたら、 井上の抜け出しなんかもあるかもしれない。ま、ちょっと、あの茨、茨城勢を重めにとって、あの、この面、この、あの、組み合わせ4人のボックスとしたいと思います。はい。えー、いかがだったでしょうかぜひ、この予想お気に入りましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。 チャンネル登録していただくと登録済みの横にベルのマークが出ます。こちらを押していただくとお知らせ、えー、つい届くようになりますので、ぜひお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。